浜松医大尿科の三宅です本日は最新がん治療ということで、泌尿器がんに対するロボット手術を中心に話題を提供させていただきたいと思いますまず、ロボット手術ですけれども、外科医が患者に直接触れずに、幹部の立体画像を見ながら遠隔操作でロボットアームを動かして行うハイテク技術を駆使した画期的な手術でございます。 我が国におけますロボット手術の保険収載の過程をここに示しておりますが2012年に前立腺がんに対する前立腺全摘除術2016年に腎がんに対する腎部分切除術そして2018年に膀胱がんに対する膀胱全摘除術が保険収載されました2018年にはこの他にも肺がん胃がんなど計12種類の手術が保険収載をされております まさに本格的なロボット手術時代の到来を迎えたと言っていいと思います。また、ここに示しておりますように、我が国では、前立腺癌、腎臓癌等の泌尿器癌が、ロボット手術の保健収裁が先行しておりましたので、まさに泌尿器科がロボット手術を牽引しているという状況でございます。続きまして、ロボット手術の特徴について説明をさせていただきます。 患者さんの体に小さな穴を開けて行うハイテク手術ということになりますが、特徴が2つございます。1つは体の負担が少ない手術。つまり出血量が少ない、傷口が小さい、術後の痛みが軽い、回復が早いといったようなことが挙げられます。もう1つは繊細な操作が可能な手術ということになります。従いまして、機能の温存に優れた手術であります。 またその結果、良好な QOL、生活の質が保たれるということになります。これらをまとめて一言で表現しますと、体に優しい手術というふうに言うことができると思います。続きまして、ロボット手術の実際について紹介をさせていただきます。ロボット手術は、ここに示しております3つのパート、機器を用いて行うことになります。まず1つ目が、サージャンコンソールであります。 これは執刀医がこのように座って立体画像を覗き込みながら手元のハンドルそして足元のペダルを操作することによって手術を行うまさに手術の中心となる機械でございますえ続きましてこれがペーシェントカートですベッドの上に実際には患者さんが横たわっているわけですがその患者さんの体内に挿入したロボットアームの監視そしてカメラが執刀医の操作に連動して動くことになります もう一つがビジョンカートでございます。これはカメラから送信された画像を最適化処理し、サージャンコンソールに 3D 画像を送信します。これら3つの機械の相互作用によりまして理想的なハイテク手術が実現するということになります。続きましてその機能をもう少し詳しく見ていきたいと思います。 まず、一番の利点でございますが、高自由度の監視操作が可能になるということです。ここに示しておりますように、監視の3つの部位が操作に伴って自由に動きます。従いまして、執刀医の操作に連動して動くので、自身の手より自由な操作が可能となります。 例えば、私は右利きですけれども、ロボットシースでは左手を用いても縫合操作を行うことができるというように、自分自身の手よりもむしろ使いやすいといったような特徴がございます。続きまして、聞き慣れない言葉だと思いますけれども、モーションスケーリング、そして手ブれ補正機能というものがございます。これはどういった機能かと言いますと、執刀医の手元の操作を縮小して伝え、 かつ手ぶれを補正するという機能でございましてこういった機能が備わっておりますので非常に強小な空間でありましても精緻な手技これを行うことを可能としてくれます続きましてハイビジョン 3D 立体画像でございます左の写真を見てもらえばわかりますようにダヴィンチの画面というのはこのように非常に細かい血管もクリアに視認することができます 従いまして、鮮明に拡大された、しかもその画像が 3D ですので、3D 立体画像の下での手術が可能となり、微細な解剖学的構造の視認を容易にするということが可能となってきます。従いまして、そうした特徴を利用することによりまして、従来の手術に比べて非常に精緻な主義での手術、これを行うことが可能になってまいります。 続きまして具体的な手術をいくつか紹介させていただきます。まず前立腺癌に対しますロボット支援前立腺全摘除術でございます。前立腺全摘除術はどのような術式でありましても、ここに示しておりますように前立腺と性のこれを摘出をいたしまして、摘出した後に膀胱の出口と尿道を粉合し直すという手術でございます。 全立腺全摘除術の後には、尿失禁、あるいは性機能不全が合併症として起こることが知られておりますので、全立腺全摘除術の到達目標といたしましては、再発率の低下、そして尿筋性の早期回復、そして性機能を維持する、この3つを目標として挙げることが多いです。その目標を別に各術式を見てまいりますと、 まず、癌に対する再発でございますが、これに関しましては、ロボット支援手術が他の術式と比べてやや優れているというような結果でございますが、残りの2つ、尿筋性の早期回復、そして性機能の維持に関しましては、ロボット支援手術が従来の解放手術、あるいは腹腔鏡手術に比べて非常に優れているという結果が出ております。 従いましてロボット支援手術は特に機能温存に優れた手術であるということが言えると思います。ロボット支援前立腺全摘口調術におけます守備上の工夫を紹介させていただきます。右上の図を見ていただければわかるように、排尿、そして性機能に関わる神経血管則と呼ばれる構造物が前立腺の左右に存在します。 前立腺全摘除術後の合併症としましては、先ほども申し上げましたように、尿漏れ、そして性機能不全が挙げられますが、この前立腺の左右に位置する神経血管則を積極的に温存することによりまして、その合併症を可及的に防止するということができる、可能になってまいります。つまり、このラインで前立腺を摘出することによりまして、神経血管則を温存することが可能となってまいります。 でこれは、下のパネルでございますが、これは前立腺全摘除術施工中の写真でございますが、左にですね、えー、筋状の構造物が見えると思いますが、これが神経血管則であります。ところが右にはその構造物が見えないと思います。もう少しわかりやすく言いますと、ここが摘除された前立腺のシルエットです。 左側に温存された神経血管側が見えますけれども、これに該当する構造物は右側には見えません。従いまして、この患者さんは癌が,が右側に存在したので、右側の神経血管側は癌につけて合併、前立腺につけて合併接種をしましたが、左側の神経血管側は尿漏れ性機能不全の防止のために温存したということで、このような綺麗な温存がロボットを使って手術をすることによって可能になるということでございます。 続きまして、ロボット支援腎部分切除術を紹介させていただきます。どういった手術かといいますと、このように、がんとその周囲の正常組織を一部つけて部分的に切除するという手術であります。そうすることによりまして、腎臓の大半を残して腎機能の保持に非常に優れた効果を示します。なお、切除中は腎臓を養っている動脈を疎血して手術を行う必要がございます。 続きまして切除の後に切除,切除部位を2層に縫合して傷を閉じるというのがロボット支援人部分,分切除術でございます。しかしながらこの手術は非常に高度な技術を要しますそしてがん血管の位置を正確に把握して手術を行うことが極めて重要となりますそこで我々はそのようなことを可能とするためにリアルタイムナビゲーション手術システムというものを導入しております どういったことかと言いますと、ここに示しておりますように、右側にあるこの画像を CT から構築した 3D 画像ですけれども、これを実際に手術をしているダヴィンチのサージャンコンソールの中に投影するということでございます。これがサージャンコンソールの中の画面でございますが、上の実際の術やに加えまして、えー CT から構築しました 3D 画像が下に示されております。この下の画像を適宜参照しながら実際の手術を行う、こういうリアルタイムナビゲーション手術システムを導入をしております。ロボット支援人部分切除術に関しましては、その到達目標としまして、ここに示しております3つの点が挙げられております。1つは人機能保持のために人動脈を疎血する時間を25分以内にするということ。 そして、癌制御のために切除団体を陰性に保つということ。そして、早期の回復のために重篤な合併症を起こさないということ。この3つの到達目標がございます。この3項目を全て到達することが重要なわけでございますが、ロボット手術ではその割合が高いということが分かっております。例えば、浜松医大でも2018年3月末の時点で77例にロボット支援人部分切除を行っておりますが、 このうち69例90%でこの3項目すべてを達成しております。それでは少しロボット手術を離れまして、その他の最新癌治療の話題を2つ提供させていただきたいと思います。まず、光力学診断溶剤を用いた膀胱癌の内視鏡手術です。パネルの左側にございますのが、通常の抗原の下で観察しました膀胱癌の患者さんの膀胱の中でございます。 右側が光力学診断用材を服用した後に特殊抗原を照射して観察した膀胱がん患者さんの膀胱の中でございます。えー、上の二つ、乳頭状病変に関しましては、膀胱の中に隆起、えーえー、してモアモアとした像として映っておりますので、これは通常抗原の下でも容易に視認することができますが、平坦状病変、あるいは微小病変に関しましては、 通常抗原の下ではなかなか視認することが困難です。しかし、光力学診断用剤を服用した後に特殊抗原を照射して観察しますと、平坦状病変、あるいは微小病変でありましても、このように、ややピンクから赤色に染まって、病変が病出されるという特徴がございます。このような高度な先進的なシステムを用いることによりまして、 平坦状あるいは微小病変などの普通は死認困難な病変の到定が容易になりさらにそれを見ながら手術を行うことによりまして癌の完全切除そして術後の再発率の低下に結びつけることができるというわけでございますもう一つは免疫チェックポイント阻害剤によります転移性腎癌の治療について紹介をさせていただきます 癌細胞がありますと、免疫細胞が癌が細胞を攻撃して、癌細胞も一定のダメージを受けます。しかし、癌細胞は非常にずる賢いわけでありまして、免疫細胞の働きを抑制するメカニズムを癌細胞は持っております。そこで、免疫細胞の働きを抑制して、さらに増殖して広がっていくわけでございますが、この状態で免疫チェックポイント阻害剤を投入いたします。 免疫チェックポイント阻害剤は先ほど申し上げましたがん細胞が免疫細胞の働きを抑制する働きをさらに抑制するという、まあ、少しややこしいわけでございますがそういった機能を持っておりますそのような機能を介しましてがん細胞を死滅に導くというような機能を持っておりますこれが免疫チェックポイント阻害剤を転移成人細胞がんの患者さんに投与いたしました結果ですけれども この患者さんは投与前には、黄色で囲っておりますように、腰椎、腰骨ですね、それと腹腎に非常に大きな転移層を認めておりましたが、この免疫チェックポイント阻害剤を投与することによりまして、投与2ヶ月後にはこのように非常に転移層が縮小するという劇的な治療効果を得ております。こういった先進的な治療も今は盛んに行われております。 最後になりますが少しまとめと展望を述べさせていただきます。え、んは現在もなお増加傾向にございます。そして、がんの、がんにかからないための予防、そしてかかったとしても早期発見に努めることが非常に重要であると言えます。また、ロボット手術をはじめとして多くの最新治療が導入されつつあります。がんにかかったら経験豊富な施設で最新治療を受けることによって、 がんそのものの制御だけではなくて、治療後の良好な生活の質も享受できる可能性があるという時代になってきております。ここに示しておりますように、生活習慣の適正化など、がんの予防、そして検診などの積極的活用による早期発見、そして最新治療を受けるということ、この3つを連動させることによりまして、がんの予防、そして QOL の改善につなげていくことが非常に重要であるというふうに思います。 どうも本日はご清聴ありがとうございました。